おはよう。ああ、おはよう。でもいろいろ大変だろうし。だから変身しようとしてもできなかったのね。そんなに心配しなくても大丈夫。じゃあ、私は薬草畑を見てくるわね。みんなワイン大好きだしな。変な人だ。あれ、始祖様。ルルーシー。ルルーシーに子供ができたと聞いてね。本当なんだね。ええ、自分でもびっくり。稀有なことさ。それでも子供は宝だ。簡単に言うと私たちのおじい様みたいなものかしらね。今は4000歳くらいかな。 4000? まだちょっと若い感じになっちゃうのかな。様子を見たら黙って帰るつもりだったんだけど。ルー、元気な子を産むんだよ。はい。村長、いろいろとありがとう。彼女のことよろしく頼むよ。はい。